チームなんですか。どうでもまずかわかんない。水口武史のオフィシャルギリギリ、今回も T フィットネスやってまいりましたよ。46回目、3日くらい前ですかね、サッカーを久しぶりにやったんですけど、非常に軽かったです。びっくりしました。だけど超筋肉です、今度の日曜日も試合があります。しっかりトレーニングして怪我しないように頑張ります。わー、ベンチプレスやろう。確かにイメージします。どこなんですか、ポジションは。フォワードじゃない。もうフォワード疲れんだよ。でも動けますもんね。分かってはいないです。分かって、もう30そこそこのやつはいる。大宮は結構若いんだよ。いやでもこれすげえ、桃が超勝ってるわ。よし、ういあ、もっかい、うわっ、はい、よし、よっしゃ、救助までやらない、はい、わっ、これ2回、1、よし、OK、今日80キロ返していきましょう、はい、今日3から4、はい、これってラストです。いける、はい、オッケー、ナイス、いいじゃん。いろんな人にベンチプレス、ベンチプレス言うじゃないですか。だからやっぱベンチプレスが分かりやすいです。やっぱりそうです。基本でしょ。ダンベルプレス何キロ上げるのかって言わないじゃないですか。まあね。そういう意味でも、これまずやっていくっていうのはいい。スミス何キロって言ってもね。そう、なんじゃない。まあ分かるけどって感じです。マシンによって違うし、みたいな。うちの娘が会う人会う人さ、50メートル何秒って聞くのと一緒だよ。競技ね、自分でハマってるものを転校生とか来ると、うん、名前より先に、はい、50m 何秒って聞くらしい。やべえや、自分より早いというか、ヤンキーじゃないですか。喧嘩強いのみたいな感じですよね。OK、 もう一回ね、休憩しよう。一人じゃできねえ、80kg。 そうっすね、まだ怖いっすね。80ぐらい、もう70ぐらいやったらもうできる。自分でやるときはあれです、10回ぐらいできる重量でいいから3回とかですよ、ね、めっちゃ重いですから。実際は80キロね、結構やんない。多分2、30回ぐらいトレーニングした人は3回とかのそっとやらせないですね。ほい、 OK、 パソコンなんですね。当たり前だけどやっぱ全身疲れるんだよね。わかります。腰とかさ、だって背中とか腰がありました。腕振って走ったからとはなりません。運動不足の人だと運動不足だと。そうだね。そもそも走ってないやつの二の腕とか筋肉あるんだもんね。本当だ、違う筋肉だよね、本当ね。全然違います。ここの筋肉だろう。そうそう、でスクワットをめちゃめちゃやってる時期でも、それこそ僕野球、草野球始めた時とかめっちゃ筋肉痛になりましたね。あんだけめちゃくちゃやってたのに。まあ野球って結構瞬発でダッシュとかもするじゃん。はい、ね、確かに確かに。疲れて瞬間的な、ね、あのダンベル振るときます。でも水さん全然大丈夫。このぐらいいいフォームで90キロベンチプレスやってる人少なかった。ゴールドジムに。そうです、意外と、意外とっすよ。いるんですけど結構こう胸につけないとか、うん、このまま圧迫な人いっぱい座れないけど、こっちの方取りやすいかな。これさあば、こうのがいいの。こうじゃダメだね。あ、いい、いい、かけないの。はい、あ、でもちゃんとこっち来てる。そうね、こっちの方取りやすいかな。よいしょ。さあ、いきますよ。角度高めにしてます。はい、よいしょ。これ何キロ？これ18キロ。18キロか。マックスでいきます。重くなるな。マックス、マックス。22？ 22。1年ぐらいやってなくても上がるんで、今やっとけばいつでもできるようになります。何が？あの、重いっていうか、この重量。
わっキャッキャッせーのはい、そうそう、今の一回呼吸深呼吸して、一回深呼吸してで、戻しましょう。でもなんか静かだよね。すごい。確かに僕は何も聞こえないけど、たまに聞こえてもいいんですけど、人の声とか。なんか学校の音もあんま聞こえないじゃん。聞こえないですよ。普通聞こえますよ。チャイムで。うん。あ、そうね。確かにチャイム聞こえないね。聞こえないです。聞こえたことないです。よし。はい。よっしゃ。せー、はい。オッケー、ナイス。よし。あと一回いっていいですか。よし。もう一回いっていいですか。あ、いいか、あとワンセットとかね。ワンセット、はい、普通大丈夫ですね、今日大丈夫っす、来なさそうっすね、今んとこなんか呼吸法ですね。よいしょ、はい、はい、よいしょ、はい、はい、ここで一回深呼吸、よし、で終わり、はい、おー、いいね、2すぐ近くのさ、クリニック行ってきたけど、はい、前ちょっとちらっと言ったけどさ、はい、そしたらさ、睡眠、はいはい、睡眠からとか出たメンタルされるすごいクリニック、青山、そうです、そうです、で、なんかたまたま紹介されて、まあ、列の関係ない人に行ったんだけどさ、食事で遺伝子とかをさ、調べて、はい、例えば炭水化物どんどんいっぱい食べても太んない人ってやっぱいるし、はい、体質があるじゃん、で油取っても大事な人、そういうのとかを、まあ、調べて、で食事はこういう食事取った方がいいですよっていうところからパフォーマンスが上がっていって睡眠もできるようになって、やっぱそうやってさ、コンディション良くなってるんだ、選手はだから頼るじゃん、自分のね、体をまで知るのが一番大事ですよね。あーさっ、ういよし、よし、OK、俺の力で上がってるの、これ上がってます。あんまり前ほど入れてないですよ。本当。まあ入れてますけど。ね、全部ではないですよ。だ最初の2回できるようになったじゃないですか。最初の頃はぶら下がってるだけでしょ。そうだね。まあまあ伸ばした状態からちょっとできるのかなんだけど。伸ばした状態できますよ多分。あーしゃ。ちょい休憩で。はい。8回いけたら、いけたら、はい、OK、やっぱスクワット、実はスクワット弱いっすな、もし、マジモンの現役のサッカー選手だったら、ベンチプレスなんか教えずにスクワットですね、そうこのぐらいの、ベンチの方強いってありえないですもん、サッカー選手がね。サッカー選手じゃねえし、だから大丈夫です。もう普通の一般の人が考えても足の方が強いのちょっと当たり前だね。はい。OK。ナイス。あと一回で。はい。はい。ミスさんの YouTube どうなるんですか。どうでもまずが分かんねえ。確かに武田真治のバーベル上げてるのを見た人がもっと立ち寄るかもしれないから確かに確かにそっちみたいな、そこなんですか、武田真治のまあでももう何十回じゃん、やっぱり筋トレやってるっていうのは俺の周りは知り始めたから、そうですね、継続してこうね、やっていくことで、よっしゃよっしゃ、う
味しいご飯を食べるぞ。最高。よいしょ。オッケー。よし。よっしゃ。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ。シュートだろう。